ここで泊まりなさい。違うの、安心して。私はトリニティじゃない。信じられない。あなたの仲間と逃げてきたジェイコブという人よ。彼はどこ？一緒だったんだけど、鉱山ではぐれてしまったの。殺したんだ。違う、誤解よ。彼がよそ者を信じるわけがない。お願い、信じて。私は敵じゃない。警告はしたわ。早く立ち去って。ソフィア、やめなさい。父さん。もう会えないかと。君も無事でよかった。ソフィアを許してくれ。用心深いな。彼女の立場なら私もそうする。何か分かったの？トリニティは大勢やってくる。備えなければ。この人は味方だ。彼女には危害を加えるな。この遺跡、預言者の都市が近いのね。来てくれ、あまり時間がない。武器を用意しろ。城壁の守りを固めろ。急げ。奴らはすぐ来る。人数も多い。子供や老人はここにいたら危険だ。よし、地下墓地に避難させろ。のろしを上げ、谷全体に警告しろ。素晴らしいわ。さあ、戦士を集めろ。村の上部で合流だ。もういなくならないで、父さん。やることはたくさんある。もっと時間があれば。じゃあ手伝えることがあればやるわ。お前、古い電波塔に行って発電機を修理するんだ。それと一度だけ送信信号を出せ。他の地域に事態を知らせなくて。やってみよう。お前たち二人は谷全体を見張ってくれ。崖まで行って監視するんだ。奴らのヘリを見かけたらすぐに知らせろ。ええ、分かった。何か見つけたら、スノブエを鳴らす。神のご加護。ジェイコブと彼の仲間は回復が早い。本当に丈夫な人たちだ。トリニティが攻めてくる。私はジェイコブの仲間に手を貸すつもりだ。壁画のアトラスについては、今のところは秘密にしようと思う。それが本当に遺跡の地図なら、アナよりも先に見つけなければ。そうでないと、これまで犠牲になった人たちが報われない。これ以上は私の両親が許さない。もっと薪が必要だ。木材は見張り塔の修理に使われてる。ここにある分で何とかしなきゃ。戦闘で矢尻を使うから、それを使う。ここから何か見えるか？いや、今は骨組みを修理してるところだ。風で丸ごと崩れたら困るだろう。警戒をしておけ。奴らがいつ来てもおかしくない。はっ。ランナ、もしソフィアが何か失礼をしていたなら、すまない。大丈夫。あなたがそこにいてくれるだけで嬉しいわ。私の仲間は何十年もよそ者と戦ってきた。そう簡単には変われないんだ。準備に手を貸してくれないか。信頼を築くには一仕事必要だ。私にできることなら。奴らはおそらく空から来る。父さんが村の上部に戦士たちを集めて奴らの注意を引こうとしてる。子供や老人たちはアクロポリスの地下墓地に避難させておくわ。ここが落ち着いたら私もそっちに行く。敵は重装備なのよね。どうやって倒せっていうのかしら。まともにやっても勝ち目はないわ。奴らの攻撃は速くて強い。ダメージは避けられないでしょう。奴らは最初の襲撃で私たちを潰したいと考えている。それをうまく利用するのは長い戦いになるわ。生き延びるために奴らをゆっくり戦略的に消耗させるしかない。奴らに何もなくなるまで100回でも切りつけるのよ。その時になったら私たちの勝ち。今はまず火をつけて谷のみんなに警告しないといけない。今日は生き延びることが勝利。集められるだけの弾薬と物資を集めて
全部洞窟と遺跡に隠すのよ。自分の任務が終わったら村の上部に集合すること。いいわね。了解。了解だ。じゃあ行って、預言者のご加護がありますように。何か私にできることは？あなたは忙しいでしょう。トリニティがすぐにも来る。やることは山ほどある。力になりたいの。私があなたたちの味方だってことを証明させて。ごめんなさい、のんきにやってる場合じゃないの。気持ちは嬉しいけど、それだけじゃここで生き残れないわ。本当に松ヤニがもういいの？調子はどう？トリニティが来て人々が犠牲になっていく。私のせいだわ。私が連中を連れてきてしまった。神様、また同じことの繰り返しですか。私の行動のせいで人々が苦しんでいる。ダメダメよララ、そんな風に考えては頭がおかしくなってしまう。トリニティは遅かれ早かれここを見つけたはず。少なくとも私なら彼らを止められるかもしれない。先に神秘の源を手に入れて、苦しみや悲しみの代わりに世界に幸福をもたらせるかもしれない。集中しなくては。これまでに死んでいった人々のために、失った人々のために、先に進まなければ。ララ、頼みたいことがある。私の仲間は谷全体に散らばっている。君が信号灯で呪しを上げてくれれば、危険が迫っていることをみんなに教えられる。私もやる。呪しが上がったときどうすればいいかは皆分かってる。詰めておく。よかった。ジェイコブ、ヘリがそっちに向かってる。できるだけ早く来てくれ。
バリケードの後ろに回れ。急げ。危ない。身を隠しておけ。下がれ。互いに離れるな。神秘の源はどこだ。耐えろ。やめろ。これ以上殺すな。どこにある。待て待て、教える。アトラスだ。それが地図だ。なるほど、詳しく聞かせてもらおうか。殺すべきだった。あなたはまだ何も成し遂げていない。クロフトが一枚上手だっただけよ。私は屈しないぞ。トリニティが介入してくるわよ。そうなれば私は使い捨て。死のうが生きようが関係ない。私には神秘の源が必要なの。手に入れる。必ずだ。信じるんだ姉さん。これは神のご意志。私たちは必ず成功する。お願いよ、早く見つけて。もう時間がないの。神よ、この日まで私はずっと耐え忍んできました。私に用意してくださった数々の試練、あなたのために犯してきた罪、全て意味があるはず。お導きください。我に力を。姉のため、あなたのため、トリニティのため、どうかお導きを。ならば血で答えましょう。険しく過酷な旅。でもきっと道はある。